皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も異世界魔王で遊んでいきます。さあ、かなりお久しぶりですね。いやー、ようやくですね、あと1回お会いすると、ですね、美女さんが来てくださるんですけど、未獲得ですから、こちらですか、エデルガルドちゃんですかね。そう、今200分の199まで来ました。いやー、長かったです。クルムちゃん300分の86だから、まだ100回も来てないんですけど、あとこちらのお二人だけなんですよね。召喚の塔でお会いできるの。さあ、では召喚しに行きますか。で、イベントがデイリーイベントじゃなくて、ですね、右下のデイリーのところに限定召喚っていうのがあるんですけど、こちらでですね、召喚の塔を探索すると、この AP 薬がいただけるんですよ。これいただけるので、その100回までいただけるんですけど、ですから100回ですね、普通にお薬使ってずっと探索すると、先ほどのアイテムで今まで使った分のお薬よりも多くいただけるので、結果的に増えるんですよね、このイベントこなすと。だから今私も374あるんですよ。たくさん溜まってるんですけど、まあ、あとはこれでダイヤもですね、ちょっと使えますので、まあ、ダイヤたくさん貯めておかないといけないんですけどね。さあ、来てくださいますかね。あと1回ですからね、なかなか来てくださらない。クルムちゃんも100回これで召喚の塔行ってから、今日は3回お会いできたので、まだまだ長いですね。長丁場になりそうですよ。多分この今の限定イベント、5日間経つと更新ですかね。おお、来ました、忠誠心、エデルガルドちゃんですね。おお、上でちゃんと、私がゲットしたの広告出してくださってる。嬉しい。新キャラクターゲットと。いいですね。魔族、ディアブロたちの前に立ちはだかる強敵、魔王復活を目論んでると、悪い方ですか、もしかして。これはちょっとデート行かないといけないですね。行きましょう。いやー、素晴らしいですね。お、喋ってくださらない。あ、もともと喋らないんでしたっけ。いやー、いいですね。衣装とかも見れるんですね。あ、欲しい。バレンタインの時のあれですよね。多分これもそうですよね。アリシアちゃんも。まあいいですね。そういえば今日、何でしたっけ、英雄召喚じゃなくて、なんか8時間に1回回せるんですけど、ルーレットじゃないですけど、それで、なんかものすごくたくさんいただいたんですよ、なぜか。このアイテム。万能超級薬ですか、英雄のステータスプラス5000。1500個いただいたんですけど、すごい、たくさんいただいたんですけど、これ良かったんですかね、わかんないですけどね。ちょっと、レベルも上げますか。さあ、UR のガルフォードさんですね。お薬使ってからあげますか。さあ、これで次回はあれですよ。牢屋ですか。牢屋。そちらお送りできそうですね。捕虜さんですかね。捕虜さん動画お出しできますね。ようやく念願の。わ、すごい。すっごい強くなりましたけど。サドラさんも強くしますか？いやー、これちょっと次回楽しみですね。これで強くしたから、多分戦って勝てるようになりますからね。どこですか？あ、こちらですかね、光線。さあ、500ぐらい使いますか。あー、でもやっぱり UR の方が、お強いですね。上がり幅大きいんですかね。さあ、あとはランクアップ。昇格しておいて。さあ、聖堂魔闘士。まで来ましたか。レベルアップしてと。こちらは、100以上いけるんですかね。あ、いけますね。経験値たくさん持ってる。すごい、111にしましょうか。昨日が11月11日だったんですけど、ポッキーの日っていうらしいんですよ。ポッキー。食べるポッキーですか？
いやー、私食べてないので、この後食べましょうか。さあ、それではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。